タリム歌の広場は、エストニアの首都タリンにいまする、野外音楽施設。エルネサクス像とオフシーズンの円形ステージ部分は、延べ1800平方メートルの屋内床面積と、23ヘクタールの屋外エリアを要する。ステージは2本の放物線に囲まれた75メートル35メートルの屋根を特徴とし、これは音を反響させる役割も担っている。 ステージは1万5000人の演者を収容できるが、ステージ手前の水平な客席部分を使用すれば、さらに1万人が収容できる。舞台裏は5階建てとなっている。ステージ北側には高さ42メートルの灯台があり、展望台として開放されている。灯台の向かいには4階建ての記者棟があり、それは1980年代後半という早い段階で、 スターリン様式から改築されたものである。グラウンドは24時間年中無休で開放されており、ピクニックのための設備も貸し出されている。歌の広場への正式な入り口は、ピリタ堤防、ラスナマエの斜面、そして最高地点からの3つがあり、ピリタビーチ沿いには無料駐車場が存在する。ラスナマエからの入り口沿いには、1869年からの 伝統を誇るウエストニア全国歌謡祭の歴史を辿った彫刻群が設置されている。また、グラウンドには音楽が流れるウッタウスや高さ2.25メートル、重さ2.5トンのグスタフ・エルネサクス像も設置されている。加えて、ルーカス・キュフネー設計、ロサリオーヌイン建築による2011年のオブジェクト、クロマティコも設けられており、内部の12の部屋に入ることで、 来場者は F から E までの音階を体感することができる。ブルマン時代の歌謡祭、会場1923年、エストニア第一共和国が旧ロシア帝国領から独立すると、エストニア全国歌謡祭は、タリン近郊のカドリオルクの芝記事で開催されるようになった。この需要に応えるため、同年にカルルブルマンの設計による、 常設ステージの建設が、カドリオルクで開始された。新古典主義に基づく木造のステージが、現在の大観覧席の上部に建設され、それは1万2000人の出演者を登壇させることができた。しかし、ほどなく、ステージは、収容人数の要求を満たせないことが判明し、1928年には、拡張計画が持ち上がった。同じく、ブルマンの設計により、 同様のデザインによるステージの拡張が1933年と1947年に行われた。しかしなおも抜本的な拡張が求められたため、あらるコトリ・ヘンのセプマンとウノトルプスの設計とエンデルパールマンのデザイン、ヘルムート・オルベーの音響による鉄筋コンクリート作りモダニズム建築が1957年から1960年にかけて、 現在の場所に建てられた。その後、歌の広場はソビエト連邦からのエストニアの独立回復を牽引した歌う革命の舞台となり、1988年9月に開催されたコンサートエストニアの歌は国内人口の4人に1人、エストニア民族の3人に1人を動員する規模にまで膨れ上がった。独立回復後の1997年には、 国の文化財として登録され、その後も歌謡祭会場として使用され続けたが、一方で1960年のまま換気設備もない状態が続くなど、老朽化が問題となっていた。2003年には改装計画が持ち上がり、2006年秋からタリン氏と国の補助を得て、全面的な近代化、多機能化が実施された。そして2008年11月には、新たな歌の広場が、 真相をオープンしている。ありがとうございます。